はい皆様お疲れ様ですえー、いくいく選挙チャンネルいくちゃんです今日も早速動画始めてまいります今日はですね東京都東京都のお話をします私都民のくせに静岡ネタえー、川勝知事のことばかり話していますが、えー、ここしばらくはですね東京都について話します統一地方選挙がもう間もなくはい来月ですね間近ですので 東京都についてお話しいたします。東京都統一地方選挙、都民ファースト、全員落選を。こういうタイトルでお話しいたします。はい。私ですね、<laughs> 怒っております。都民の方もね、だいぶ怒っているし、他府県の方からもおよく言われます。都民は何をしているんだと。はい、えー。ノーモアユリコです。はい。ノーモアユリコ。そのためには、都民ファーストの全員落選が必要です。 小池都知事ですね、まあ、直近だけでも太陽光パネル設置義務化、これはあ実は義務はなくて、えー新、新築ですね、新築のお家屋根に、屋上に太陽光パネルということですが、断ることもできると、これ、業者にあの、えー、業者への義務化ということなんですね、建設業者。ところが あー施工主は断ることができるということなので、これはですね言葉に騙されず、うーまあ、つけたいお家だけつければどうだということですね。はいでまあ、あ,のある建築業者さんがですね太陽光パネルというのは設置しても、あまり今からではあのーまあ、利益が得られないと、すると建物のデザインであるとか、屋根が重くなると。 といいといといいいいいううここであままりはなページを持たれています、はい、その方はねあの、助成金がまだ多く出てた頃に、ご自宅をそのように太陽光パネルした,のであしたとおっしゃってましたが、あ,あまり、えー、最近のね、もう助成金が、まあ、あと売電価格も下がっている中、太陽光パネルを今設置するメリットはあないと断言されておりました。 太陽光パネル設置義務化、それから明治神宮外苑樹木伐採、こちらはですね、えーまあ、明治神宮と外苑、えー、外苑というのは、明治神宮のちょっと山手線の内側、山手線挟んで内側の、まあ、外側の庭ということですね、広く、まあ、神宮球場があったり、ラグビー場があったり、えー、一体、とてもね、環境のいい公園になっています。 まあ絵画館などもありますねところが、そこの樹木を多く伐採すると、そうして、えー、球場の建て替え、ラグビー場の建て替えをして、公園を一気に整備し直すと、まあ、計画を見るとですね、えー、渋谷川の復活であるとか、まあ、あの憩いの場みたいなフリースペースみたいなのが大変増えるんですが、えー、実際には多く樹木を切ってしまうと、そして、えー、新しく植え替えるということで、 ちょっと人工的な庭、えー、公園にしようとしてるんですね、まあ、ちょっと良さそうには感じるんですが、まあ、すでにねあの自然のようにね、まあ、人が入り込むスペースがあーの入り込めない区域が多いことで自然環境が豊かになってるんですよねですのでこれを今更ですね、まあ、東京都の人口もこれ以上ね今ピークですからあ新たにあそこに大きく広く公園化する必要はないのではないかと。 まあ球場の建て替えはね、あのラグビー場も大変古くなっているのでそちらの建て替えはわかるんですがあその最低限で行えばいいことであってやはりあの一帯全域を公園整備化する必要はないと思いますおそらくその整備が行われたら野鳥の数などがだいぶ減ると思いますね、まあ、それは確実でしょうねそれとなんとい でも、臨海公園の樹木伐採、そしてこれ、ここはですね、樹,樹木伐採だけではないですね、あのー、太陽光パネルをここに敷き詰めるんですね。で相当数の太陽光パネル、パネルを当てます。で、今ですね、あのこちらも、 まあ、樹木を植えて、その公園化してからだいぶ時間が経っていまして、大変環境のいいところで、き、あ、ょ、のーまあ、今日日曜日なんかも、まあ、あの土日やあ祭日ですね、もう大変、あのー、人が訪れるところでありますし、平日は近隣の幼稚園などが遠足に使うんですよね、遠足で来るんですよね。それがですね、一面ねあの、ピカピカの太陽光パネルが貼ってあるところっていうのはどうなんだろうかと。 まあ、海沿いのスペースであるとか、そちらは残るんでしょうけど、今、木が植えられていて、えー、こちらも野鳥が大変多くてですね、あのー、そういうことをおお目当てでね、観察のために訪れる方であるとか、まあ夏は、夏場はね、なんといっても日陰ができますから、そういう環境のいいところなんですよね、あのー、森の中を巡るような順路もありますし、それもですね、一、応多分これほぼ、 全て伐採ですねで、そこに太陽光パネル敷き詰めているということは、その中に立ち入りもできないということなので、なりますから立ち入りできないということになりますから、公園としての利用価値が大変減ね、えー、損なわれます。こんなことをです、ねえー、して、許していいわけがありません。それと、まああの、その他大きな東京の公園の管理者なども心配していて、 え日比谷公園のね、公園管理者も、樹木伐採の命令が出たらどうしようかと、大変ね、東京はですね意外とあの緑が多くて、公園が多いんですよね、広いんですよね、そういうところはもう樹齢を重ねた木も多いので、まあね、本当に憩いの場となってるんですが、これからこのと小池都市が続くとどうなるか分かりません。みんな伐採しててて太陽光パネルを立てて え講演も人工的なものになるのではないかと。で、この小池都知事の独走を止める議員がいません。もうほぼ議員はオール与党で言いなりです。で、えー、まあ、もともと小池さんというのは、その選挙活動の時はいろいろ言うんですが、実際に当選すると特に何もしないということで有名でして、えーまあ、事業への説明不足であるとか、例えばその、 な,なぜね、葛、え、西、ー、臨海公園をあの太陽光パネル設置なのか、それから、ねえー、住宅の設置義務なども、ホームページを見てもあまり語られていないんですね、そのいくら助成するとか、メリットみたいなあの、聞こえのいいことばかり、口当たりのいいことばかり書かれてるんですね。で、えーまあ、小池都知事が参戦するかどうかは分かりませんが、今、2戦目も、ね、圧倒的多数で、なぜか勝ってしまいました。 大手メディアはあまり、ね、小池さんを批判することがありません。えー、で、この小池都知事にですね、ひ泡吹かすというかあ、まああのー、人の話を聞かないことで有名な小池さんが、まあ、都民ファーストが、ね、敗北、多く落選してもあ、その考えを改めるとは思えませんが、まあ、できるだけ多く、一人でも多くの都民ファーストを落選させると。 もう投票しないでください。もう今回はそのお願いです。えー、皆様に選ぶ権利は都民の方にありません。えー、都民ファースト全員落選。それと太陽光パネル設置法案に賛成した議員、それから政党の方もですね、えー、も,うこのもう小池派です、この方々は。小池派はもう一人でも落選、多く落選。はい、ちなみにですね、えー、太陽光パネル設置義務化の法案に、 えー、これ案に賛成したのが89名、都議会、反対34名です。自民党、えーまあ、無所属維新の会、それから自由を守る会というの方ですね、えー、を除いて、えー、皆さん、賛成です。ああの地域政党、自由を守る会は、えーえーですね、上田玲子さんですね。いつも あの都知事と戦っっていらっしゃる上田玲子さんですねですから都民ファーストもちろんそれから公明党共産党社民党未来会議グリーンな東京ーー生活者ネットワークとこちらの方で89名の議員がいますが1人でも多くで都民ファーストは全員落選こちらをですね、えー、実現できればかなりいい小池さんの あの気持ちをに、ね、ダメージというか、鼻っ柱を折ることができるんではないかと、で参戦を諦めていただくと、まあ、あの自民党もです、ねえー、候補者に難航していて、あの噂ですが、次回の候補に三浦瑠麗さんを考えていったというような話もありまして、もう自民党もだめなんですが。 まあ今回の、ね、国会運営の,あの立憲への対策としても、全くもう腰が引けてダメなんですが、まあ、今回はしょうがないということで、えーまあ、都議会に関してはちょっと国政と別という考え方をしまして、まあ、あんまり岸田政権の応援もしたくないのではありますが、まあ、選挙はあーもう消去法です。もうどちらがあのマシか どこがよあのマシであるかというのを選ぶのが選挙ということで、もうしょうがないです。もう自民党でも都議会の場はしょうがないです。入れるしかありません。えー、と、ね、えー、都民ファースト、それから公明党の、ね、皆さんも今回どうなんですか、えー、あんな綺麗なね、公園緑をなくしてしまうんですよ。それ賛成していいんですかはい。ということで、皆さんぜひお願いです。えはい。えー4月23日都議選 23日の投票には都民ファーストの会全員落選と太陽光パネル設置法案賛成した議員のより多くの落選をお願いしたいと考えております。はい、えー、このようなえ、まあ、左側半分小池派と思ってください。小池派。で、えー、こちらですね。はい。 賛成反対じゃないな、これ。あここはね。小池派。小池派です。こ,こちらの34名は反小池です。ということで、はい。もう、こうしてください。お願いします。反小池で。 えー、つ次の統一地方選挙をお願いしたく思いますというか、もう、ぜひですね、もう反小池で、もうお願いします、本 <laughs> 当冗談じゃないです、もう,もう小池さんになってね、ろくなことないですから、もう東京都はね、もう築地からね、豊洲市場の、えー、移転をね、 先延ばししたことで、30億に近いお金が失われたの、都の,のお金が失われておりますし、その他ああ中国にね、えー、コロナ当初、防護服をあげてしまったり、えー、全くね、ほとんどいいことがありません。多分東京都はもう、福爺さんと優秀な都、あの,ーとのね、職員の方がいれば回ります。はいいもういりません えー、で,で,できたらですね、私は次のね、えーえー、東京都知事、都知事には、上田玲子さんに出てもらいたいくらいです。はいということで、皆さん、あのー、今日は私から東京都民の方へ向けて、東京都民に向けてですが、えー、東京都民の方、ぜひ都民ファーストはもう全員落選で、はいもう仕方ない、仕方ないから自民党でもいいから入れてください。はい、えー、よろしくあそれから あの上田さんがもしも落選するようなことがあったら大変ですので、はい、上田さんと維新のね、これ、方はお一人どなただったかな。維新は松田、松田竜介さんですね、大田区ですね。えー、上田さんは江戸川区、はい、えー、賛成の,、えー、あの半小池、半小池にお願いいたします。はい、ということで、えー、ちょっとね、助県の方はあの退屈だったかもしれませんが。 はいはい本日は東京都民の方に向けて、えー、お話しいたしました、えー、いくいく選挙チャンネルいくちゃんでしたはい、えー、以上で動画を終了いたしますありがとうございますお疲れ様でした失礼します